着しました。石垣島インターコンチネンタルホテルのベイウィングでございます。やだ、泣いている。ハクがなぜか不機嫌。プール行こうね。あ、すごい綺麗だね。これどうし、美味しかった、このタイミングは。ゆっくり、じゃあ説明聞こう。もう絶対プール、うん、チェックインしたらね、プール入ろう。はい、じゃあ館内のご案内いたしますね。はい、はい、ただいまご到着いただきました、こちらが新館のベイウィングでございます。はい、エントランスから入った時点で2階となっております。はい、はい、そのためこちら今2階になります。はい、こちらからそのまままっすぐお進みいただくと、パレットというカフェラウンジがございまして、はい、こちらでお土産品やサンドイッチなどの軽食も販売しております。だって、はい、聞いてるし、一生懸命聞いてるねでこちらすぐ目の前がサンセットプールでございます。はい、はい、プールで、そう、プールです。入ろうね。22時まで営業しております。はい、はい、朝食会場が全部で3カ所ございまして、はい、こちらベイウィング1階のサルティーダという洋食ビュッフェのレストランともう2カ所がですね、こちらの建物ではなくてお隣のオーシャンウィングという建物でございます。こちら1階の日本料理八重山という和食のレストランと3コースとかどうぞ、はい、和洋ビュッフェとなっております。朝食が6時半から10時半まで営業しておりまして、特にご予約などいただいていないので、お好きな時間にお好きな場所に行かれて大丈夫です。はい、よかったね、しーくんバイバイとか行くんだよ、今からお部屋に。嬉しいね。行ってきますのバイバイね。はい、じゃあ今からお部屋行こうね。お部屋行ってからプール行こうね。わー、いいね。お家じゃないな、ここお家だったら最高だけどねお家行きます。ここどうぞ。行こうね。わー、ここパンパンめっちゃいいな、これは。はい、素晴らしい部屋ですな、これは。どうですか、ママ。いやー、めちゃくちゃ綺麗です。最高ですな。じゃあ石垣島楽しもう。うん、よし、行こう。
屋内プールに行きたいです。うん、シー君乗っけてもらおう、これに。はーい、シー君じゃあノンノして、ノンノ交互しよう。ちょっとね、雨が降ってきたから屋内プール行こうぜ、シー君。ママは？え？ママは？ママは今ちょっとねんね、疲れたじゃん、飛行機でさ。そうだよ、ゴー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 。なんだ、パパだった。ヤシの木だね。パパだった、パパ、パパだった。うん、パス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 。どうしても先月に引き続き今回も雨だね。通常からしゃあないか、ね、シー君。プールチェプチ、うん、プールチェプチ入ろう。ステージュいいね、これしんくん。わー、これはいいね。わー、天井も高い。これは天井も高くていいね。よし、しんくん、プール入ろうぜ。しんくん、おいで、いいよ、おいで。浮き上がっておいで。高い。おいで、しんくん。何をビビってるの。しんくん、おいで。いいよ。おいで、おいで。なんでなんで入れたじゃん、前回プールチャプチって言ったじゃん。入ろ。入ろよ、シー君。おいで。気持ちいい、あったかくて気持ちいい。じゃあここまで足つけてごらん、ここまで。ほら、外はすごい雨、土砂降り、土砂降りですな。シーク入らないの？早く入ろうよ、シーク。いや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 、雨すごくてね、シーク。めっちゃ降ってるね。うわ、土砂降り。よし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 シーク走らないよ、走らないよ、走らないでね、シーク。歩くだよ。シーク、お土産屋も行ってみよう。行くよ、うん、あ、いいですな、パレットさん。良さそうなのがいっぱいある。あ、そうだそうだ、思い出した、そうだ、世界チャンピオン監修のブラ。前どれ食べたんだっけ。50種類ある中で毎日5種類ずつ日替わりで出ております。前と違うの。ステージュー、プール行く？プールチャプチェ行く？プールチャプチェ行く。プールは？プール。
プール。プールも行く？プールと。プール行く？お家帰る。なんでよ。なんでお家帰るの？プール行く。うん、プールチャプチ行こう。シー君。